ヴァンガードのトライアルデッキなんですけど、なんだドラゴニックオーバーロード、帝国の暴流とか、焼き尽くせ黙示録の炎だって。これカイ君のデッキだね。で今ちょうどアニメ見ててっていうか YouTube でね、あの公式チャンネルで上がってて、2011年の方から見てて、カイ君がやたら強いんだよね、うん、でやっぱ欲しいなと思って買っちゃったやつです。いつだっけ、ツルガヤで結構ちょっと前か300円ぐらいだったのかな、なってたんで買ったんですよね。これが VGTD02 って書いてあるから2番目に出たトライアルデッキかな。で第1弾があのなんだっけ、仙道愛知くんのデッキなんですけど、そっちはちょっと高いんで手が出せなかったんでね、わかんない。かっこいいね、焼き尽くせ黙示録の炎だって。カイ君かっこいいね。ちょっと開けてみようかなと。こういうのをね丁寧に開けたいんですよね。どうやって開ければいいんだろう。これでも大変だけど、ね、息子がね欲しがってたんですよね。それ俺が使う、俺が使うの、いや、お父さんが使うの、いつのだろう、やっぱり 7,8 年前のデッキなんでしょうね。だって消費税 5% 時代だよ、1050円だって。そう、取れねえや。ちょっと一旦開封しましょう。ここまでバラせばちょっと取れるね、カードね。とおお、プレイマットかな、プレイマットとプレイブック。ほうほうほう、これは何だ、これはマニュアル、ヴァンガードクイックマニュアル、ヴァンガードのルールブック、うん、ルールが書いてあるんですよね、うん、でこれがプレイマット的なシートっていうかね、じゃない、ほい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 、ちょっと小さいかな、うん、おお、そうそう、あほらブロックするとき、うん、いやブロック、うん、そうだね、ブロックとかするときだね、多分。ガール、うん、リアガードさ、ほうほう、使ってみよっかこれね。成形の愛知くんのデッキのあれが書いてある。こっちが海くんの今から開けるデッキ、これね、ドラゴニックオーバーロード見えてるね。これはさすがにストレージでも 見たことないね。あ、これあポイントが書いてあるんじゃない、当たった、初めて当たったね。でもね、有効期限2014年8月31日、終わってんじゃん、だいぶ前だね、5年前に終わってる。やっと当たったもんねアプリをゲットしたら早速交換、当たりをゲットしたの。うわ残念、ドラゴニックオーバーロード初期傷がある、傷がここちょっとあるな、あせっかく手に入れたのに。でドラゴニックオーバーロードね、これかっこいいよね、ほら焼き尽くせ黙示録の炎エターナルフレームってアニメで見てますね、はい、言ってる、さっき美和くんが言ってたじゃん。で、あ、ドラゴンモンク、悟空、ほうほう。バースアークドラ、これ持ってんな。うん、ほうほう、あ、ドラゴニコバロード、光ってないやつ。光ってるやつに限って初期傷があるんだよな、ドラゴニコバロードね。はい。役者。これは4積みか。ほうほう、あ、カゲロウ。だってカゲロウデッキだ。で、ドラゴンナイト、ネハーレン。そうそう。これからドラゴニコバロードにライドするんだよね。これは、さすがに4枚か、うん、あで、あ光ってるのと分けてあったのかな、バーサークドラゴンね、ほうほう、でワイバンストライクデジデテージャスなんかこれ出てたっけ、これアニメでバディファでありそうな、うん、バディファっぽいね。あ鎧の化身バー、これ使ってるね、あねこれみんな使えるかもしれない、ほうほう、あドラゴンモンク五条、あんまり見らん、見たことあるっけ。でエルモ、
で、おお、ジョーカーね。今、うん、いたいたいた。出した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 。ワイバンストライク、ジャラン。これは知らねえな。これ出してる。本当？リザードランナー、アンド、ああ、これ。これはね、最初に、ね。最初に出す。サンダー、サンダーズで。え、ドラゴンダンサー、モニカ。え、もう女のやつ。綺麗だね。これもアンドゥン、よく見たらかっこいいね。うん、これグレードさんにしたらかっこいいです。ドラゴンダンサーモニカわかんないけど綺麗だねイラスト、うん、あれかドロートリガー、これが4枚、はい、でリザードソルジャーガンル、あこれも使ってんな、使ってんなっていうか使ってるね、うん、ランチャー抱えとかっこいいね、あこれよく使うね、ドラゴンモンク現状、あこれってヒールトリガーとかね、そう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 、これ見えてないけどこれ若干映ってるのがこれドラゴンなんだよ、なんかドラゴン乗ってたねこれは、こうん、で落車が4枚っていう感じか、うん、うん、あこの辺はトリガー枠なのか、うん、この辺ね、ほう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 、クリティカルトリガー、あこれもね、アタックトリガー、ドロートリガー、まあ、あのアニメもね2011年版を見てるんでね、当時のルールっていうかね簡単なルールで息子となんだファイトっていうのかな、うんうん、ヴァンガード前はデュエルじゃなくてやってるんで、できればまたやりたいなと思いますけど、ドラゴニックオーバーロードの初期傷がね本当悔やまれるな、うわかっこいいね、初めて手に入れた、かっこよ、はいっていう感じでした、アニメ見てたらやっぱカイ君がかっこよく見えるね、やっぱ 強いしね、今のところまだね、アニメも第一期なのかな見てるんで、またね、楽しみにどんどん見たいと思います、あの毎日1話か2話ずつ見てるんだよねっていう感じでした。ヴァンガードね、アニメも見てますし、カードもどんどん集めていきたいですし、アプリゲームもね、どんどん進めていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、以上です。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。